少林流の比嘉です。今日もよろしくお願いします。始める前に、メンバーシップですか。メンバーシップに登録された、皆さん、どうもありがとうございます。これからですね、皆さんに、ためになるというか、参考になる動画を出していきますので、よろしくお願いします。まだ、なんですか、何から先にやろうか今迷っているところです。でき次第、アップしていきますので、よろしくお願いします。最近だ、最初に出した投げの動画は、私がいろんな武道からアイデアを取ってですね、考案した投げになっています。また今後ですね、このかけ方というか、コツですね、入り方、足の運び、重心の移動、そういったものを細かく、なんですか、動画の中で説明していきたいと思います。今日やろうと思った、話しようと思ったことがあったんですけども、それをちょっと変えて、ちょっと思いついたことがあってですね、話したいと思います。最近というか、YouTube の動画の中で、達人と総合格闘技の選手が試合するものが結構アップされてますけども、ほとんど総合格闘技の選手が勝ってますよね。それもそうなんですよ。総合格闘技の方が強いのはもう間違いありません。結局、総合格闘技が生まれたっていうか、できたのは、最初の頃、いろんな武術とか武道、あと格闘技の選手たちが集まって、誰が強いのか、どういう格闘技が強いのかというようなことから始まったわけですから、その中で生き残っていくにはやっぱり、いろんな技術、寝技から立ち技からやらないと勝てないっていうのが分かってきてますから、武道がね、例えば空手をやってるからとか、柔道をやってるからとか、では勝てるわけがありません。結果はもう見えてるわけですよ。私事の話になりますけども、私も30代後半から40ぐらいまで、総合格闘技の試合に出ていました。2勝3敗ですね。あの頃、首里少林流を習い始めて、2、3年でしたかね。で、レベル1の突き、揺り戻しはもうある程度できていたんですけども、その突きができれば、当たればですね、誰でも倒れるっていう自信はあったんですよ。ですけど、立ち技だけではまず、できない、勝てないっていうのがその時に分かってですね、すぐもう負けた1週間も経たないうちに、たまたま出会ったエアフォースに、の兵隊ですね、空軍の兵隊の、人に、ビルっていう名前でしたかね、彼からグレイシー呪術をすぐ習い始めて、彼は、11歳の頃から、カルロス・グレイシー
一派の呪術を、まあ、ニューヨークでやってたみたいですけど、このカルロス・グレシーの呪術をそこで習っていたみたいで、私と出会った時は20代半ばぐらいかな、彼は、まあ、もちろん黒帯でしたけども、もうすごく強かった、うまかったですよ。彼からワンツーマンで習って半年ぐらい習いましたからね。で、2戦目も結局負けましたけども、その時もの、この何ですか、負けるとですね、それに対する対策とか、なんであの時こういうふうにやらなかったのかとか、こうやれば決まったのになとか、いろいろ反省点が出てくるわけですよ。で、それに向けてまた練習して、進歩があるわけですね。もう結局悔しいですからね、人間負けたら、うん、で、ま、ある程度また自分も練習して、ね、上手くなって、そのまた柔術だけではなく、また彼が帰った後、合気道も習いに行って、それから大東柔術も習い始めて、との組み合わせをもっと強くしないと、うん、こうぶつかった時にね、組んだ時に勝負にならないので、でももうそれがあったから、合気というのがどういうものか、あと組んだ時に力を抜くこの技術ですね、普通組んだらみんな力を入れますけど、もう力を抜くっていうことがものすごく大事だっていうのが分かってですね、空手だけやってたら今の自分はなかったと思います。で、この何ですか、2試合、その後やったんですけども、確かにですね、もう前とは変わってですね、相手の中に入り方とか歩みですね、足運びそういったものがものすごく上手くなって、勝てるようになりましたね。これはもう剣術の歩み、それから、転身入り身ですね、そういったものが適量になってですね、そういう動きっていうのが走行でも通用するっていうのがその時分かりました。一つ、ブログの中で書いていたことなんですけども、空手の合気というのがあります。対象物に衝撃を与えるアティファ、合気と比較すると、合気はゆっくりかけるし、早くかけたりもします。空手の場合は鋭くかけます。ですから2人で掛け合いをするのは危険です。これは私の見解ですけども、そういう中から型は生まれたんではないかと思います。型だと思いっきり筋力を使って技をできますよね。ですけども、実際にその速さでやると相手の体を壊してしまいます。
で、その鋭い動きを体現するのは型が一番いいですから、そして自分の出来具合をこのまた第三者が見て、チェックもできます。まあ、そういう意味でも型っていうのはそういう意味合いもあったんじゃないかと思いますね。まあ、この合気と似た筋肉の使い方は、書き絵ってありますよ、空手に。あれで習得することができます。この書き絵のやり方も詳しく、メンバーシップの中で、説明 したいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。